このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はベンガルニーザキジトラの子猫姉妹無邪気に遊ぶ姿にキュンし注意ということでですね、生後8ヶ月の子猫ちゃんを紹介しますよ。なんか上からコロンと落ちておりますけれども、こちらの子がですねナシちゃんって言いますよ。で、上から落ちた子がですねカキちゃんって言うんですよね。秋の味覚みたいでカキとナシということなんですけれども、カキ尻尾になっている方がカキちゃん、なってない方がナシちゃんと覚えてもらうといいかなと思うんですけれども、今ナシちゃんが遊んでくれておりますよ。今日はですね、猫兄さんとはナシちゃんがいっぱい遊んでくれたかなと思っておるんですけれどもね、立ち上がって遊ぶのかわいいよね。今来たのもナシちゃんかな。あ、ケリーちゃんが通っていきましたけれども、猫兄さんもね一度会っただけですので、カキちゃんとナシちゃんはですね尻尾を見ないとわからないんですよ。飛びついてくれた。ちょっとフレームアウトしちゃうか。猫兄さん予想しながらね撮影しておるんですけれども、予想が外れるとフレームアウトしちゃうんですよね。横になってくれた。ちょっと疲れたかな。ベンガルみたいって言っておるんですけれども、ちょっと斑点がありますよね。なんかこういうのがねちょっとベンガルっぽいなとも思ったんですけれども、あとね撫で心地がベンガルみたいな、なんて言うんですかね、あの高級絨毯みたいな、そういう撫で心地なんですけれども、一度ね撫でてもらいたいですね。で、毛づえもすごいピカピカでしょ。撫で心地最高なんですよ。でね、子猫ちゃんだけあってね、おもちゃ大好きですよね。あ、加えて持てった。猫散歩になっておりますけれども、返してくださいよ。中入っちゃう。あ、返してくれた。あ、カキちゃんも遊んでくれたね。あ、で、またカキちゃんどっか行っちゃう？ちょっとね、カキちゃんは猫兄さんと距離があるんですよ。え、隙間に入ったのはナシちゃんかな。で、今来てくれたのカキちゃんかな。遊んでるね。なかなかやんちゃやんか。うん、くわえてる。あ、ナシちゃんも来てくれた。まあ、姉妹揃ってね、おもちゃ大好きって感じなんですけれども。もう飽きた？横になった。お互い遠慮し合いながらね、遊んでるのかなって気もしますね。本当にいい子たちやん。かわいいな。今回のお店は、大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。立ち上がるね。子猫ちゃんといえども身のこなしはすごいですよ。撫でていこうか。あ、横になってくれたよ。すごいやん。甘えたさんやね君。お腹触っても全然怒れへんやん。かわいい。そんなんできんの。お膝なり。お膝お膝横になる。まだ膝乗りとかまではやれへんのかな。興奮してるやん。カチャカチャカチャー。ちょっと疲れてきたかな。反応鈍くなってきた。カキちゃんがソファーにいましたよ。遊ぶ？遊べへん？撫でられんのは好きかな。でもおもちゃで遊びたい気もするんやけどな。どうですか？おもちゃ。あ、飛びついてくれたね。一瞬で終わる。どうしたいんかな。まだ猫兄さんにね警戒してるのかもしれないんですけれども、で、子猫らしく遊びたい気持ちもあったりとか、そんな感じなんかな。あ、どっか行っちゃうか。では、ナシちゃんは遊んでくれるか。ね、ちょっと休憩したらすぐ遊びますよね、やっぱり。カキちゃん遊ぶ？ん？鏡見てる？遊ばへんか？遊ばへんね。あ、来てくれた。と思ったら追い抜いていったね。遊ばないのか？あ、コロンってなる。まだね、最初なんでね、性格がまだわかんないんですよね。ナシちゃんよくねこけるんですよ。面白いな。全力で遊んでくれますよね。あれもう終わり？
撫でた方がいいかな。あ、かきちゃん来てくれた。撫でてほしい？おもちゃで遊びたい？どうでしょうか。遊びたい気持ちもあるし、甘えたいっていう気持ちもあるのかな。落ち着いてくれたよ。2匹同時撫でてておるんですけれども、どうでしょうか。まあ生後8ヶ月ということで、ちょっとずつね、大人の階段登ってるのかなっていう感じはするんですけれどもね、すごくね落ち着いてきてるということでね、これぐらいの方が里親さん見つかりやすいかなと思いますね。あの子猫のわちゃわちゃしてるのってね、なかなか大変ですからね。それとね、体も強くなってきてるので、病気はね子猫に比べるとね、大丈夫かなと思いますよ。今が一番いい時期かなっていう感じなんですけれどもね、気を抜くとどっちがどっちかわからなくなるんですけれども、左がナシちゃん、右がカキちゃんかなと思いますね。本当にすごくね似てますわ、この二人は。でケージの上にはジョー君がいてますね。ちょいちょい遊んでおりましたけれども、横になる。疲れた？なんかすぐ疲れる気がするぞ。カキちゃん遊んでくれる。でもすぐ遊びやめる。ケリーちゃんも遊んでくれるね。立ち上がって可愛いよ。さあこちら猫兄さん手作りおもちゃ将軍なんですけれども、結構遊んでくれるやん。二人とも気に入ってくれたかな。だいぶボロボロなんですけれどもね。遊ぶ？ええやんか。立ち上がってるよ。二人ともすごい興奮してるよ。嬉しいよね。あ、怖いと思ってた。あ、そんなにね、気に入ってくれたんだね。立ち上げる。わ、これめちゃくちゃ可愛いよ。で、ポテーンってこける。あ、足元来るかな。立ち上がってほしいな。あ、立ち上がってくれた。よじ登るのめちゃくちゃ可愛いでしょ。今度はナシちゃん。先ほどはカキちゃんがね、よじ登ってたんですけれども、ナシちゃんも遊んでくれるやん。下から出してみましょう。覗いてるけれども。カキちゃんはこういう遊び方好きではないか。で、もう一回ね、ここ来てくれたんですけれども。置いてみた方が遊んだりしない？ね、ちょっとふんふんに寄ってるね。遊ばへんか。あ、ナシちゃん横になってたんだね。掴んでくれてるけれども、めっちゃ遊ぶやん。あー、癒しの子たちやで。周りにね、大人の猫ちゃんいてるんですけれども、なんかね喧嘩したりとかすることもなくね、穏やかに過ごしてくれておりましたよ。そういう環境なんでね、2人ともいい子に育つかなと思っておりますね。今日はカキちゃんとナシちゃんと遊べて楽しかった。皆様いかがだったでしょうか。かきちゃんもなしちゃんも本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。